は無理です。まず顔交換っていうのをですね、物理学的にちょっと言い換えるとするとこういう感じなんですよね。投げたアンパンマンの顔の速さを V0 で、止まってるアンパンマンの速さは、まあ、0で、衝突後の投げた方のアンパンマンの顔は速度0で、する方の顔の速度は、まあ、分からないんですけども、これをね、一式するとどうなるかっていうと、衝突前の運動量は衝突後の運動量になるんで、どうかけるかっていうと MV0 イコール MV1 というふうにかけます。で、古い顔と新しい顔の顔の質量が同じの場合、まあ、M が消えるんでどうなるかっていうと、つまり V0 イコール V1、 つまり衝突前のこの速さと衝突後のこの速さ、これが、ね、一緒です。これが一緒になってます。まあ、みんなよく知ってるね、鉄球振り子みたいな、ああいうことが顔効果に起こってるわけです。ただ、この時跳ね返り係数っていうのがあって、跳ね返り係数っていうのはどんだけこの2つの物体がボーンってね、勢いよく反発するかっていうのを表した係数なんですけども、これ跳ね返り係数0です。ああ、これで跳ね返り係数 0.2。この時、跳ね返り係数を計算すると、1になってしまいます。1ってどういうことかって言ったら、よいしょ、ほっぽよーんって跳ねて元の場所に戻ってくる、これが跳ね返り係数1。まあ、ただこんな物質はこの世には存在しない。お疲れ。体と顔に種も仕掛けもなかった場合はこれはもう完全に嘘です。なんであれをですね、まあ、もうちょっとあれバトコさんだけじゃなくて、まあ、他の人でもねできるようにした方がいいんじゃないかと。できるやついたー。まあ、中にはできるやつもいるんですけども、まあ誰でもできるように、まあ、再現性のあるものにした方がいいんじゃないかということで、まあ、今回ですね、顔交換はちょっと今回むずいんですけど、顔を投げてから乗っけるまで、これをですね、まあ、科学の力を使って再現していきたいと思います。いかにその運動量ゼロにするかっていうのが大事なんで、あの日本人が発明した両耳磁石を使うという。おー、キャラちゃうけどな。この角度の虚無感やば。このぬいぐるみはなぜか知らないけどアンパンマンの顔が取れない仕様だったんですよ。なんか縫い目があってもね。そうです、アンパンマンの顔は本来取れるものなんで、もしこの動画を3歳ぐらいの人が見てたら、まあ、教育には悪いかもしれないんですけど、まあ、これはね、れっきとしたアンパンマンの元々の仕様です。すげえ。おお、業者や、業者や。ちなみにそれ普通につくんかい。そうね。おお、ガッドワーク。え、私ここに居場所ないみたいな顔してるで。というわけでステップ1は普通に投げてかどうか、これでやっていきたいと思います。アンパンマン、お大事だよ。相当むずいやね。ガロー、最低がやっぱむずいね。むずいかな。フェリシー、いや、ほんまそれだ。あれすごい。じゃあ、アンパンマンゲートボール。わっ、来た。
現存したってこと現存した。だからアンパンマンの体の構造がもしこれだった場合、マドコさんは実は裏で実は裏で、ああ、黒子が見えてないだけで、しかもそいつはめちゃくちゃ高度な技術を持っている。アンパンマンの顔交換。アンパンマンって結構あれだよな、まあ、不自由な生き物なんや。不自由すぎるよさ。てかアンパンマンの顔をまず交換するより、アンパンマンのその防水対策を施した方がよくない？絶対そう。そこなんか結構俺 SDGs に反してない？あれ、あれだって計算したら800キロじゃない？詰まってるのが一撃の水で終わる。やばい、やばすぎる。あれは64ダイバー。おお、すげえ。かっこいい。てて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 。あー、お腹が空いて力が出ない。アンパンマン、助けて。大変だ。アンパンマンの顔がない。バナゴ、新しい顔を用意してくれ。ほい、来た。行くわよ、チーズ。Oh!
もう割れろよ。ほんま。だったら割れろよ。練習でできたこと、本番でちゃんとやれ。いや、やっぱ本番っていうのは練習の流れを作らせて出せないっていう。はい。なことない。観客の応援があったら、本番練習と何倍も違ったら強くパターンあるよ。いや、でも観客の演技。いや、俺お前のファン。いや、僕がファン。